これは上から見たら分かんないでしょ、なんだかね。分かんないよ。これ、これじわーっとこう上げていくでしょ。キャンデのスプーンに書いてる。キャンデのスプーンに書いてるって。あ、キャンデのスプーンに書いてあるか。これ昨日食べたキャンデ。これね、これね、アイスの棒に書いてあるけど、うん、これロイヤンガキって言うんだ、うん、で、鍵なんだよこれ。こうやって見たら分かんないでしょ、うん、見くついてる。こう来たらこれあった。色はね、まだ若いから色じ、鍵の色でないんだよね、うん、だけどだんだんね、ここに上にもあるよ、これ。これ去年ここになったんだよね、これ。何色？柿色。柿色、いわゆる腰が高い木なんですよ。それで一層ね、この木はあの腰が高いから、こういう小鉢に入れて文人風にね、うん、こう作るといいんでないかっていうね、うん、まあ、これがこの枝があるから腰高く見えてね、うん、一層なくしてしまう。一層ない方がなくて、これに入れたら文人模様になるから、うん、これに入れるか、うん、こういうふうに変えてみるか。変えて、これかこう下に貼るならいいけどさ、これが上にありすぎる。要するにありすぎるんだから、ない方がいいってことだよね、うん、それいいことにさ、この上にも2つ3つなってんだよね、これ。まあね、ここと残そうとするですね、こことね。で、今はねこれ切ってしまうのはいいんだけど、根もね、うん、切ってこれに入れるわけさ。なるほどね。でね、意外とこういうなりものってね、柿は強いから、木が、うん、あの意外とあの根をねカットしてもね傷まないんだわ、今までの経験では。だけどこれはこれで分かんないけどね。だからこのぐらいの鉢をこのぐらいに入れるのには、まあそうね、彼らにしたら慣れてんだよね、どっちことないんだよね。だから今回それやってみようと思ってさ、ちょうどね、あまり早いとパラパラ落ちるけど、もう固まってきてるからね。いいの、もう、うん、もういいべ、これ。これ柿の根ってこんな腐ったような根してるけど、これ正解なの。でね、意外とこういうのはね、あの柿ってあれなんですよ、やっぱりたくましいよ、木が。そう、うん、山のに何ぼでも本州なんかにもさ、山に野良で生えてるんだよね。腐ってるわけじゃないんだ。違うんだよ、これ柿の、根っこって真っ黒なの、うん、こういうとこもね、切って傷治った時真っ黒になるの、うん、だから見にくいよ、柿の傷は。上切ったらね、うん、それでこれはですね、ここに根があるからね、うん、あの上の方はもうこれ以上取れないわけだから、うん、この根見せたいの、あの文人の場合はね、うん、であくまでも下でね、こう下の根を落として、これこう意外とね、意外とこの木ね大丈夫だよ。いや、こういう風にやるってことはさ、うん、もうこの枝はいらないってことだからね、うん、これは切っちゃうよ、これは切っちゃうよって切ることに決定したからね、これね、うん、これやっちゃうからね、これをこういくわけさ、これはいらない、これになってるけどね、うん、こう、まあ、これは後で綺麗にしますけど、こういう状態で植えたいなっていうこといるので、根はかなりさばきます、はいはい、これだけ切ったからね、根は多少さばいてもね、うん、全体のこの木の生育のバランスとしてはね、うん、いいんだわ。これ植え切らないでこれだけ小さくしちゃうとさ、うん、バランス崩れるでしょ。なんかこれもなんかいやらしいの変わったんだよ。うん、ある。ちょっといいな、これバチッといった方がいいね。ちょっと待って、これさ、あー、それ嫌だね、これ嫌だね、これね、うん、ピュッとこう、ピュッとね、これはあまりパチッピュッとそういうもんかい。ちょっとこれこれこれで泥塗っとけばわかんねえ。嫌って言えばこの根も嫌なんだよな、取るか、うん、これはしゃあないさな、うん、これさ、なんか盛り上がってしてで、ここでどっちしてもここで切ら、待てよ、ここで切ってみっか、この鉢に入れるんだからさ、
これに入れるたら相当取らんなんね。いや半分以上だよ取るの。だけど胃腸はやったことあるの。それで胃腸は成功したことは今まで失敗はしたことない。これなんか植え替えるたびに切ってるからね。こんな細い根でしょ、普通こんな細い根でないの。太いのがぐる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 巻いてんの。して鉢の上からガーッと行くとこないから上盛り上がるの。これは植え替えるたびに切ってるからね、慣れてるから切るのに。だから大丈夫だと思うよこの鉢でも。まあこういう感じですからね。こんな感じで根っこが溢れる。いやこれは切っちゃうよね、ざっとこういう感じです。それで鉢ちょっとね気分的には大きいのこれ、うん、なんかね。ですがちょっとあまりにもね小さいと見ててもなんか不安でしょ。だからこのぐらいにしておいて。本当はねもうちょっとなこう小さい小さいっていうかこういうんじゃなくてこうクッとなった。ああはい、それ第2の候補。はいはい、第2の候補。ちょっと大きいです。同じぐらい。そっちの方がなんかどっちがいいと思う、この鉢と比べたら。いやどっちがいいっちゅう。やっぱり薄い方が合うんだよな、うん、まあそれ第二の候補、うん、まだ分かんねえぞ、あるかもしれない。なんか薄いちょっとこれごついな。いやあれだったらこれこういうようなこんなんだったって言われてるんだ。ちょっと穴ひどいな。いやこれあれだわ、面白いから、いろんな鉢持っててポッポポッポ置いてみるべ。これいいな、うん、えーうん、これすべ。これ第一のコースやめるべ。これこれ深いからで水はけもいいし。なるほど、いいわそれ。安心、これ見ててもちょっと深みがあると安心感。いや小さい方がね余計に高さが出るってことだ、うん。穴が一つか。さて穴一つか。こうね陣傘鉢って言ってこうなってるでしょ、うん、この鉢は傾斜がこうでしょ、うんうん、だからこういう感じに少し鉢に沿ってね。ちょっとあのかわいそうだけどね、うん、もうこの際そんなこと言ってらんねえわ。でこれはこういうふうにねこう2本出すんですよ、うん、お互いにこうねこう何でもいいからねなるべくこうあの細い針金使ってね、うん、こう穴がね塞がないようにね根詰まりしたらまずいんでね、なるべく細い針金でねしっかりしたやつでこう入れるでしょ。でこれこう入れてってこれ下はねこう針金で通してもいいんだけど、うん、コロコロするからねここはなるべく細い針金で、あ、うん、なるほど、コロコロするんさ。コロコロってわかるでしょ、うん、安定感ないわけさ。こうやっていくでしょ。でこう押さえる。でここをねこれを広げておくんですよ。こういう感じね、広げておく、こう広げておく、こうですね。これでいいわけさ。それでここのね底がね少しねちょっとこうなるべく取るの、取って一応取って真ん中ちょっとくぼましておくんです。こう逆さまにしてちょっとこう入れとくの、こうやってこうやって、うん、こうやって、うん、あこれは関係ないんだ、こうやって入れとくの、うん、ほんでこれこうでしょ、そしてふっでふって言わなくていいの。あそうただあそうかこれこれだけ。俺ふって言わない、違うのかい。ふって言ったらダメ。これで足元ピッて入ったでしょ。小さい 微調整は後でやります。それでこの今の針金できちっと動かないようにこう
これとこれですね、ここのとこが踏ん張り効くから、こ最後の微調整こんなとこでしょ、大体いいでしょ。どれ取るったっけ、いらないの見こなってないやつ、これだった多分、これかい、そう多分そうだ、いらないね、これね、見こなってないよね、うん、よく見てよ、なってないね、なってないね、これでいいんです。それで位置を決めます、はい、こんなとこでいいでしょ、はい、それでこうやってこの下通すか、こういくでしょ、ここでこういきます、よし、とこへ来て、でこれはこういきます。こういきます。あら、ダメか。こっちからか。ちょっとこういくわ。引っかからない。こういう感じ。こんな感じですね。これで大体これね、うん。これで OK でしょ。これで動かない、うん。それでこういう感じね。はい。これで今ここの切り口はね、後でもうちょっとえぐって処理しますけど、うん、こんなとこは地にしたりなんだり普通はしないね。やっぱり綺麗にスカッと取って薬塗った方がいいですからね。いくらでも入っていくわ。この辺もついでにやっとくか、うん、一応ね、まあこういう出方はちょっとおかしいけど、まあとにかく鍵が2つついてます、うん、鍵2